つまり自分の軸が揺らがないと何ができるかっていうその効果論から説明しないとどうしようもないだろうなと思ってます。そうしないと軸を立てようという気にもなる。で、軸が立った状態って実はこういう状態です。皆さんがよく思う、こうやってこうやって、これは軸立ってません。最初はね、ここから入るんです。この状態です。それはどこの軸ですか？全部から。要はもう柱に軸を預けてる。なるほど。すいません。どんどん一人一人です。この順番で立てる。頭をつける、肩をつける、腰をつける。で頭が最初ついた状態が実感できると思いますので、でどっちかっていうと腰は浮き気味です。で頭がここについてる状態です。これやった瞬間に分かりますか、ね、それをやると。つまり頭のここの部分で柱に寄っかかってると思ってますよ。お。それは体の外に軸を作ってる。というか、もう完全に軸を自分で立てないで、柱に預けちゃうんですよ。要はこの時って自分でもう要するにどこにも立ってないんですよ。だから純粋に脳の力も発生する。その代わりわずかでも頭が外れた瞬間に全ての力が消えるんですよ。ここからです。で頭を上げた瞬間に、ああ、もうない。どんどん消える。本当にね、これこの状態を自分の体の中で覚えてもらわないとダメです。これでものすごい力が出るんだということを実感しない限り、これここに行こうとしないんですよ。極端に言えば腰が浮いた状態でもいいんです。さすがにそれやってるとしんどいんで、この状態です。で常に頭がここに乗っかってる状態です。わずかでも頭が浮いた瞬間に力は消えます。つまり頭を動かした瞬間に軸が消えると思ってます。この姿勢の時。今最終的に腰までつけて、頭の方と頭と例えば柱の間、その頭だけつけてるときすごい押しつけますね。腰までつけたときって今日は強くて、ああ切れます。ここが変わってるんですね。変わるからこれでもいいんですよ。でこの時ね、気をつけないとこれも OK です。ああ、どうしたの。だから触れないように気をつけるためにこれちょっとでもブレるともともと姿勢の方がいいよ。もう大きくの花に上げて、すいません。はい。腰もつけて。お、ということなんです。腰まで強い。自分で軸を立ってない状態っていうのはものすごく力が出るっていう。まだだ。腰がこの外に出てるんですよ。
のね、うん、はい、どうぞ。また押さえつけてもらえる。このぐらいの。そうそう、だからここから始まって、ここへついて。これ行ってるいいですよね。だから、ここは本当はいらないよっていう話。やりやすいんですね。でもそれをやっちゃうと、つけとくかっていう。これつけるとダメですね。こういう感情がですね。これが、いわゆる中心軸の出来かけの状態。うん、ちょっと前から言って、ちょっとアポを引いた形っていうのが、それが必要、うん、で、この時にこれを実現するためにここが常人体を使います。こう思ったら、そうですね、うん、もう一回決めて、ここ中心、そうキープ、うん、そのままで、はい、もうの部分と同じ構造を作らなきゃいけないんで、これが始まりです。それも軸は柱ですか？この状態です。今腰つけてません、まず。で、頭を上げた瞬間に消える。こうやって内側に平気なんですが、こうやると消えます。つまり頭っていうのがものすごい重要な要素なんです。こちらも同じです。この状態で例えばこういう運動をしようとします。何も起きません。その後腰がつけられないんですね。これやるとこうなるんで、だからこうやってこうつけて、できるだけここへずっと顔を寄せていくようなイメージです。で、ここまでこうやると見て動かないんでしょうがないんで、左手で右手でこれっていう話です。どれだけのことが自分でできるか、これをちょっと寄っかかってみてやってみて。いろんなパーツです。例えばこういう分かり方もあります。あるいは、こういう感じも実はあるんです。眼鏡が邪魔なんで、すいませんが、こういう状態です。頭の軸が揺れないというのは、どれだけの効果ができるんですか？走る気。ここ、今度は、体の軸のサイドエッジ、この感覚が出たら、今度は真ん中に軸を作って、それが揺れないようにするために、ここが安定していると、どれだけのことができるのかっていう効果論から、自分の体を作っていきましょう。ちょっとやってみて。それして、その後に、どう同じ状態を軸で、立った状態で作るかっていうのを教えます。いまいちな感じなんだけど、できてました。うん、
スケート感覚で、杖感覚っていうとね、みんな今日はこのイメージで少し直さなきゃいけないなと思って、でこの状態だとすごい力が出るでしょって言った時に、いやこれって何って言うと、あなたとくっついてる。知らないでみんなだと。自分の体の中で強制的に溶かせられるんですかね。立たないでみなみなになってきた。なりきれないです。でもこのめっちゃ来るんで、もう立たせられてますね。入手してても。座ってみてください。最後ちょっと痛かったですね。そうです。要は頼るっていう感覚はこれなんです。みんなね、勝とうとしてるんです。どんな時でもこうやっていても、自分で勝ってこうつけてるだけだから、エネルギー。だから最初から4日勝ってこれ一緒っていう状態を体の中に一度覚え込ませないとダメなんですよ。本当にもうここの一部にフッと、さっき佐藤君が言うこと言ってくれた、この一部にフッとなりに行くと、寄り添うっていう感覚が出るんですね。で実はダンスっていうのはその感覚なんです。共通の壁に用意しようなんです。で、ここへポイッともう一回、だからコントロールされる。共通の壁にここに少し持っていて、ここへ二人で行こうねっていう感じで、今度こちらで、この状態なんです。これをはい、ちょっとやめて作ってください。その後、相手を動かすのはどこかっていうと、ここが一番手っ取り早いんです。スッと乗っかって一番。ここに用意しようって言うかが、だから別に押さなくていいんですね。まずここから自分の体の特に体の軸でもいいし、中心軸でもいいんだけど、そこがどっかに寄っかかるっていう感覚を、要するに自分で自立しないっていう感覚を徹底的に作り上げないと。自立しないんですね。人間にそれを求めるのは無理だというゲームもあるんですよ。自立できない。自立しない体っていうのは普通自立できない。だから小刻みに動かして倒れない。本当に精神的なことになるっていうのは、そういう状態で小軸で壁があるとそこへポンと自分の体を引き上げられるので、ただなくてもいい。動かなくてもいい状態で、ものすごく力が欲しいんですよ。いや、動いてる。ここは、信号は動かないで。そう。だこの柱、沢林さんに、そう、求めるしかないんです。これ難しいんですよね。触れてた。触れてたありますね。そう。そう。そして、その後、手で動かそうとすると、結果は、手が動かないで、そうです。持ってないで。そうすると相手も同じような状態ができるっていう。